どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、対戦相手不要のワンキルデッキを用意してまいりましたんで、ご紹介していきたいと思います。対戦相手いりません、高校を取って壁とやるだけです。早速やっていきましょう。ですね、結構ギミック的には割とちょっと天才チックな匂いがするんだけど、例によってクソデッキ製造マシンチャンネルなんで、私のチャンネルは、クソデッキ、部類ですね、どっちかっていうと。どういうワンキューしていくか、新トゥルースで貫通します。新トゥルースで貫通させる。でね、これね、すげえ相性がいいスキルがあって、新トゥルースって。これ、ライフ払うんですよ、半分、出すときに。だから、ライフ払って発動する系のスキルとすごい相性がいいんですけど、これ、お邪魔、いけお邪魔っていうこのスキル、これ、すげえ相性良くて、自分のライフが1800減った後に、相手フィールドにお邪魔トークンを守備表示出すよっていう。で、一応、このお邪魔トークンっていうのは破壊されると300ダメージっていうのがある、トークンなんですけど、守備力1000のね、モンスターなんですけど、これを、トゥルースで貫通できたら4000ダメージなんですよね。でなんと300ダメージトークンが与えてくれるんで、今割とある根性とかね、貫通するんですよ。根性貫通壁とやってるワンキル、どうっすか、なんかちょっと天才チックじゃねこれなちょっとクソリッキはクソリッキなんですけどね、ちなみに。で、どうやって貫通させていくかっていうと、まずはヒートハート。震えるぞ、ハート。燃え尽きるぞ、ヒートっつってね。血液のビートっつって。要は、波紋疾走っていうね。わかんなかったら、ジョジョ第1部を見てください。で、ヒートハートを使って貫通させて、5000を、貫通させて1000殴って、プラス300で殺すっていう。まず4500か。要は、貫通ダメージは。これ500上がるから、打点が。で、あとは、これ、新魔獣ガゼット。こいつはフィールドのモンスターを全部リリースすると、あれなんですよ。貫通するんですよ。このモンスターは。出せて貫通。要は、フィールドのモンスターの全部の合計値の打点になって貫通するっていう。こいつ、そもそも貫通能力を持っているんで、ヒートハートみたいなもんだわ。これは。だから、シンティルスで殴りたかったから、ヒートハートにしたけど、これ、こっちでもいいっす。別に。で、ギミックとしてはね、どうやって出すのっていう新トゥルースを。これ結構面白いギミックがあって、メガロイドシティ。これ自分のカードを破壊できるじゃないですか。破壊しながらか、カイトじゃねえや。カイトしか持ってこないからあれだけど、ロイドカードを持ってこれるんですよ。だからメガロイドシティ貼って、これのパラドックスギアとか、パラレルギアとかを破壊すると、カイトロイド持ってこれるっていう、すげえ防御性能が高い、要はカードなんですけど、これに、パラドックスギアってこいつリリースしてパラレルギア出しながら新トゥルース持ってこるんじゃないですか。だからなんとですね、これとこれの3枚コンボなんですよ。3枚コンボなんですよ。結構ねこの手のねクソレッキーにしてはね3枚コンボって少ないんだよね。結構そう、それだけ今日はこの天才コンボを見したくて動画作ってっから、はい、ちょっとどんな感じでワンキルしていくのかぜひね見ていただければなと思います。壁とやってるワンキルデュエルスタンバイ、頼む。赤、よし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 、オッケー、赤引いた。まず第一関門クリア、第二関門手札。第二関門は強い強い。バック除去欲しい。バック除去あった。バックない。メガラウシー発動ね、新パラドックスギアを召喚。新パラドックスギアの効果を発動。自身をリリースし、パラレルギアを特殊召喚し、新トゥルースドラゴンを手札に加えていく。そして、メガロイドシティの効果を発動。フィードの闇属性、機械属、違うわ。新モンスターを破壊し、カイトロイドを持ってきた上で、新トゥルースドラゴンが特殊召喚される。そしてスキル発動、いけお邪魔。そして手札より震えるぞハート、燃え尽けるほどヒート、うわー刻むぜ血液のビート、サンライトイエローオーバードライブ根性貫通ワンキル
そう、全然決まんねえこのデッキ、全然決まんねえぜこのデッキ。あーでも揃ってるぜ、これは来たぜ、これは揃ってるぜ。ジョジョ来たぜ、ジョジョ行くぜ、震えるぜヒート、ハートだ、震えるぞハート、燃え尽きるほどヒート、刻むぜ血液のビート。ちょっとほんとバックだけちょっとあれでもさ、ブラックバードクローズってあれフィールドのモンスターだな。パラドックスギアは自身をリリースして発動するから多分大丈夫。あれでもフィールドで発動するモンスターの効果か、あれリリースしてさ発動する効果で無効にできるんだっけ。やべえ、ちょっとにわかすぎてわかんない、ちょブラックフェザーちょっと使わなすぎてこのにわかでわかんない。ブラックバードクローズで無効にできるんですか、あのこのパラドックスギアは。ちょそれだけ不安です、ちょきついです、それやめてください。あーオッケーです。ちょっとあいつもいる、あーなんけブラックフェザー、あいつなんか打点下げるやつ、ゲイル、ゲイルもいる、ゲイル。ちょっとほんまにゲイルやめて、あのモンスターゾーン1個開けといてくれるとありがたいんですけど、そんなわけにはいきませんかね、ブラックフェザー先生。ちょっとそんな、あ、おいけるわ、バックねえやん。ちょっとあとはちょっと俺にわかでわかんない、にわかでわかんないんだけどさ、このさブラックバードクローズっていうさ、あのトラップカードってさ、これ止められるんだっけ。ちょっとこれマジでこれリリースするわ、ちょリリースするわ、リリース、あいけるわ、なんかいける、なんかいけるわ、いけるいけるいけるぞ、いけるぞ、いけるぞ。新トゥルースドラゴンを手札に加えていく。そして、メガロイドシティの効果を発動。メガロイドシティの効果によって新モンスターを破壊し、カイトロイドを手札に加えながら新トゥルースドラゴンの効果を発動。2000ライフを払い、特殊召喚し2000ライフを払ったことによってスキルの効果を発動。いけお邪魔、対戦相手なんてなどうだっていいんだよ。くれるぞハート、燃え尽きるほどヒート、刻むぜ血液のビート。This is 壁とやってろスーパーオーバードライブワッキル。対戦相手マジで誰でもいい。さあお相手の方はイザヨイアキ選手、まあ通称インディンオブジョイとおじさんですね。よろしくお願いします。ステル3倍。あ、そのパターン、それ強いんだよな結構。え、マジでイージーチューニングすんのマジでやめてほしい。でも大丈夫か、5000あるからいけるか、5000あればいけるか、さすがに。あ、ねえわ、バックないんすか、マジっすか、それはマジスカ学園だわ、それマジスカロックンロールって感じ。あ、トゥルース引いてからもう効果つかねえや、もういいや。でメガロイドシティの効果を発動、シンパラドックスギアを破壊し、カイトロイドを手札に加えながら、手札より新トゥルーストラゴンをライフを半分支払い、特殊召喚。とりあえずあいつは殴っとくか。新トゥルーストラゴンで攻撃、ボールありますね。まあ、ボールくらいだったら許して差し上げましょう。ボールくらいであれば許して差し上げましょう。さあ終了。まあ、ボールしたところだってこの5000っていうさ打点、そんな簡単に超えられないと思うよ俺。まあ、めぐるとか入ってるかもしんないけどね、こういうデッキって。ナチュルローゼっぽっけ、ナチュルローゼっぽっけ、ナチュルローゼっぽっけ。オッケーオッケーオッケー、いいよオッケーいいよ。3人シンクロッケーいいよ、アリマネスオッケー、大丈夫。カイトロイド対策バッチリ、カイトロイドじゃねえや、エネミーコントローラー対策がバッチリ。このカードカイトロイドっていう最強カードあるから、ちょっとコズミックサイクルするわ。なんかもうあのね、カイトロイド持ってこれっから、このエネミーコントローラーっていう最大の弱点が、まだこ、まあ、使わないパターンか、最大の弱点があるんですよね、最大の弱点が。だそれをねケアできるっていう、これ結構強いんですよね。いやもういけるでしょ、5000突破できるんだろこれ、5000突破できるんですかっていう話よ。エンジェルトランペッターいいよ、全然全然いい、全然よくねえわ、全然良くないわ。ちょっと待って、ちょっと待って、返して返してよ、返し返せよ、返せよ。